好きです川崎愛の街は、神奈川県川崎市の定める市民の歌。1984年、市政60周年を記念して、制作、制定された。作詞、日ごよし子作曲、山本直澄。川崎市内を巡回するゴミ収集者が、回収作業中に流しているメロディーとしても知られており、市民からは、川崎市家を上回る認知度がある。 川崎市北部の境界となって流れる玉川。一番の歌詞は玉川の情景から始まる。川崎市には1934年の市政10周年を記念して制作された川崎市課が存在するが、これに加えて1984年市政60周年にあたり、共有の音楽を通じて市民の連帯を高め、新しい街づくりに役立てることを目的として、 川崎市民の歌を制作することとなった。歌詞は一般公募により、156通の応募作の中から、山田太一ら4名の審査員により、日後岸の死が選出され、山本直澄が作曲を担当した。1984年11月3日に、完成作品が発表された。オリジナル版の歌は、セリオコ、コーラスは、ロイヤルナイツが担当している。 2014年には、市政90周年を記念して、川崎純情小町がカバーを行った。制作翌年の1985年6月から、市民の歌活用の一環として、川崎市環境局のゴミ収集者が、オルゴール版の曲を流している。以来、市民からは、ゴミ収集者の曲、ゴミ収集の時間を告げる曲として認知されている。一方、そのメロディーが、 川崎市民の歌であることや歌詞が存在することを知らなかったという声も聞かれる。2019年、川崎市が18歳以上の市民1500名を対象として行ったアンケート調査によれば、好きですかは先愛の街を聞いたことがあると回答した市民は41.5%で、川崎市下の10%を大きく上回った。年代別では、 高齢者よりも若い世代の認知度が高い傾向があり、性別では男性よりも女性により知られているという調査結果も得られた。また居住区別で最も認知度が高いのは中原区であった。歌の印象については明るい、親しみやすいの指標で川崎鹿を上回った一方、時代に合っていない感じがするという意見も多かった。 川崎フロンターレの本拠地とどろき陸上競技場。試合前にはサポーターにより元歌が斉唱される。J リーグ川崎フロンターレの試合では、試合前の選手入場に合わせて、川崎サポーターによる元歌の斉唱が行われるのが恒例となっている。本拠地であるとどろき陸上競技場でのホームゲームにおいては、昭和の際にオーロラビジョンに歌詞が表示される。 中原区に本社を置くコミュニティ放送局である川崎市民放送では毎週月から金曜日の午前7時56分から土曜日は午前8時56分から本家を放送している。川崎市を舞台とする久保田誠作の漫画天体戦士サンレッドがアニメ化された際2009年に放送された。 第33話の特殊エンディングテーマとして本家が使用された。この際、エンディングロールに音源提供、川崎氏として氏もクレジットされた。本家を使用したアニメ版、天体戦士、サンレットでは、高津区溝の口周辺の風景がよく描かれる。ありがとうございます。